舞台に行われているイベントや取り組みを紹介する海と日本プロジェクトインサガ。さあ今回はこちらです。海から伸びるこの竹は自然と生えたものではありません。海の森と呼ばれるこの場所は漁師たちが宝の海を取り戻すために作ったものです。何を取りに行こうでもったという話です。貝にするか魚にしよう、宝の海やったですね、うん、現在は環境の変化などにより漁獲量が減少した有明海。この海の森によってどのようなことが期待されるのでしょうか。ああいう竹を刺すことで生き物がつきやすくなるんですよね。特に貝類、貝類の幼生がくっついてそれをこう日がたで育てるということができる。実はですね、これはですね、新しい方法ではなくてですね、昔から行われている方法なんです。古くは明治ぐらい、最近ではやらなくなった。で、されていったものを最近また開発してこうできるようになったというところですので、昔の方法っていうのがいかにこう立派だったかということが証明されるんじゃないかなというふうに気がします。ロマン犬がさせてくれると、帰ってきた言葉がですよ、海はつながっとると、旅券全部でしようと言うてもらったですよ、うん、喜んで海に行くような海になることを願っているということですね。有明海に生きる漁師たちが一丸となって作った海の森。この場所には地元の海を大切に思う心が詰まっています。海と日本。